ディズニーマジカルエキスプレスはフロリダ州オーランドオーランド国際空港とウォルトディズニーワールドリゾートなどとを結ぶ交通機関の名称。ウォルトディズニーワールドリゾート内にあるオフィシャルホテルの予約者またはディズニークルーズラインの搭乗者が使うことが無料でできる。空港からホテルまたは港へのバスの予約はインターネットで行うことができ、港。 またはホテルから空港へのバスの予約は、ホテル内のカウンターもしくはバスの運転手が持っている紙に必要事項を記入することで完了する。もともとこのサービスが開始されるまでは、空港からウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート内への移動は、一般のタクシーなどを使っていく手段しかなかった。しかし、それでは、ゲストはとても不便であり、ディズニー以外の部分でお金が使われてしまうということで、 スタートした。2015年には、ユニバーサル、オーランドリゾートでも同じく、シャトルバスの運行が開始された。ただしこちらは、有料で、荷物はそれぞれゲスト自身が持たなければいけない。下記の航空会社を利用する場合、ホテル内で荷物を預けるとそのまま荷物が飛行機に運ばれる仕組みとなっており、空港でもう一度荷物を預ける必要がなくなる。ありがとうございます。